どうぞ。今日新しく開業したマロニーゲート銀座 2&3 は開店前から1000人の人が行列を作りました。これまでプランタン銀座がターゲットとしていた働く女性に加えて子育て中の女性も視野に入れています。ベビーカーでも買い物を楽しめるように広い通路でゆったりとした作りになっているほか、誰でも使える化粧直しや着替えのための部屋が設けられました。また美と健康を意識した衣料品や食料品の店舗を集めたフロアも展開しています。この他にも家具雑貨販売のニトリが2フロアにわたって入り、幅広い客層を狙います。銀座では来月、松坂屋の跡地周辺に新たな巨大商業施設がオープンするなど、商業施設の風景が変わりつつあります。